Do 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 do。お久しぶりです。Morning English。今日はですね、前回サントリーニから、その後でちょっとパリに行きまして、ね、スコットランドにね、来てます。英語圏二人で旅行するの初めてだね。そうだ、アメリカもイングランドも行ってないの、ね、初めてか。初めてです。ゴミです。ちょっとゴミ収集車来たんで。スタップ。これはツアーバスだ。2階建ての。あ、まだ行く。よし、この方がいい。よしよし、バスも行った。で、また来た。また来た。それです。今回ですね、あのエディンバラで、町自体が世界遺産になってるんで、この周りももう古い建物がいっぱいあって、市内の観光と、あとは、スコッチウイスキーの、蒸留所を巡り、ちょうど僕の誕生日、明日誕生日なんですけど、25日に合わせて、蒸留所予約できたんで、そこを巡って、あとは隣町のグラスゴーの観光も一緒に、していきたいと思います。うん、2日間、うん、楽しみましょう。寒くない？大丈夫？大丈夫。もう防寒してきた。最高気温はもう10度以下なんで、すごい寒いんですけど、もう防寒バッチリしてある。ウィンディーやから、石レンガ作りみたいな感じと、あのほら、あの大シェードみたいなのと、あと昨日もついていきなりバックパイプ、リラ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 。やったね。反撃。いっぱいディスカバーしていきましょう。オーケー。Enjoy your trip! Let's get started! Yeah! Castle at 1 o'clock, except for Sundays, Good Friday, and Christmas Day. In 1861, it was recently fired by an 18-pounder smooth-bored Muslim cannon. It was fired from Half Moon Battery, which is at that end of the castle. Now, back in 1971, during one of the Tartu performances, there was an explosion. Nothing to do with the gunfire. However, this explosion did cause damage to Half Moon Battery, and ever since then,The gun is fifing down here at Mills Mount. Ladies and gentlemen, when I fight a gun, please feel free to ask me any questions. And also, if you wish, you can have a photograph taken with me at no extra charge. Thank you.
来るで来るで。煙が出てる。結構大きいね音。どこか入れてる。どう取れた？取れた。すごかった。Thank you very much. Bye. Bye.
様でした。サーシャ、5日間滞在してなんか一番良かったなみたいなとこある？一番良かったのはバグパイプ。あ、バグパイプね。至る所やってたよね、街中の、うん、でもその中でもなんかやっぱ好みの人とか音楽とかあるね。割とベテランの人がやってたりとか、子供がやるのね、やってたしね、いろいろあったね、うん。キャッスルに行く時にやってる人の方が良かったね。あそこね、うん、街角で至る所で結構やってるんですけど、だいたい場所が決まってて、そこの場所によってちょっとレベルが違うのかもしれない。もうなんかね、人にもよるのかもしれない、うん、なんか懐かしい感じがするというか、昔スコティッシュみたいな前世だったのかも。で、僕はというと、なんかこの街のね、あのこういう建物にちょっとすすがかかったような感じの色とか、あとはゴシックの教会とかね、建物とか、僕のゲームの世界みたいだからでしょ。あ、まあ、いろいろ好きなゲームなんですけど、そういう中世系のゲームが好きなんですけど、そこにタイムスリップしたみたいな、それがすごい気に入ったかなって。あとはウイスキー ね、あの女優賞に初めて見学に行ったり、日本は愛知あるのかな。日本は、うん、山崎、大阪の山崎。その時は響きとか変えたもんね、12年とか。そう、今でこそね、日本のウイスキーが世界一って言われたりしてますけど、現地のものを使ってね、昔ながらの製法をリスペクトして作ってるの見て、うん、おっ、グラスゴーまでね、最初足を伸ばそうかなって思ったんですけど、ちょっとラグビー観戦したりとかね、本場で面白かったね。そう、準決勝イングランドとニュージーランドをこのラグビーの本場で観戦なんかしたりして、あとはこういう街の中にあるクロース映ってるかな、スプーキー、ハロウィンショー。さっきそういうツアーなんかにも行ったりしたんですけど、うん、ちょっとね、カメラにはね撮れないぐらい割とアンダーグラウンドが暗いしね。そう、実は最近見つかったっていう地下道、ね、本当にね、いろいろ逸話、怖い逸話がね、いろいろ残ってる。エジンバラのね、彼はおてんだみたいなこと言ってたけど、そういう歴史とか、あとはパラスね、王宮、うん、宮殿っていうのかな、あれは。今でもエリザベス女王とかがね、来たら閉める。ああ、実際に使ってるんですよね。ね、その後ろにあるアーサー王のなんか伝説、王座なんだっけ、アップルシート。そう、ちょっとした丘っていうか、まあ、山があるんですよ。そこをトレッキングして登ってエジンバラを一望したりなんかもしたし、あとはなんて言ってもご飯かな。ね、牡蠣が美味しかったね。ね、牡蠣と、もうカニとエビと毛ガニがあったね。毛ガニもあったね。もう食べ尽くしましょう。ほぼ毎日かな毎日を食べて。そう、でね、一日だけ僕の誕生日に愛ちゃんが美味しい、スコットランドのアンガスビーフ、あれも美味しい、熟成肉、ね、50日と30日熟成のお肉、ごちそうになりました、ね、おめでとうございました。42歳ですよ、42歳。ね、こうやって遊んでますけど、いまだにということで、まあ、大満喫かな。ね、でもやることいっぱいあるかも。コンパクトで、まあ、これで終わっちゃえば終わっちゃうと思うけど、一日でも、うん、でもいろんなことやろうと思ったらたくさんやれることがあるから。僕もいろんな国行ってますけど、その国に行くとね、その国のことも勉強するし、もっとその国のことが好きになってね、ね、もっと世界が平和になるんじゃないかと。今回のラグビーのワールドカップもそうなんですけど、ね、行ったことがある国が増えれば増えるほど、オリンピックなんかでもその国のことを応援できるし、ね、そういう人と実際にね、一緒に働いたりとか知り合うことによって、もっとなんか平和の輪が広がるというか、僕はいつもそういうの感じますね。ここでいつもやってる、あ、バグパイプのとこ、うん、ここです。これ、これ写して、ここに、このくぼみのとこここでね、バグパイプいつも100% やってます。
このフメさん、フメさんです。笑ってるわ。ねえねえ。携帯。首吊り台。これ昔処刑台があったっていうね、印らしいですよ。怖い怖い。じゃあもう明日のフライトに備えて寝ますか。ではまた次回のブログでお会いしましょう。 Thank you, Scotland. Bye. Bye. Lovely. Bye, folks.